りんごでーす。今日の動画は、皆さんスナイデルのムック本が出たことご存知でしたか？ちょっと薄いな、ちょっと薄いんですけど、スナイデルのムック本が発売していました。今回のムック本はですね、1500円プラス税でした。スナイデルのね、トートバッグがついてるみたいなんですよ。しかもね、ビッグトートなの。だから早速開けていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。大きいみたいなんで楽しみなんですけど、いきますよ。3、2、1、バンババーン。開けてみよう。わっ、大きいよ。見て、ちょっと私下がらなきゃ映んない。じゃんじゃん、こんな感じです。すごく大きいっていうか、持ち手の長さの太さ、違う、持ち手の長さですね。これは可愛い。なんかさ、普通のトートって持ち手このくらいじゃないですか。どうやって肩にかけるんだよっていうの多いと思うんですけど、これはこんなにだよ。超可愛い。これはちょっと待って、可愛さ。まず表面を見ていきたいと思います。こちらにね、ちっちゃくスナイデルと入っております。ワンポイントですね。中見てみたいと思います。中が撥水加工みたいになってますね。一つポケットがついてます。でね、長い。なんか長くない？長いよ、長い。縦36センチ、横38センチ、マジ 12.5センチ だって。マチもね、色がね、持ち手と同じ色をしてるんです。これじゃーん、飲みかけのペットボトルで大きさ検証していこうのコーナーでございます。はい、ということで今回はですね、イロハスの桃を使っていきたいと思います。なんかこれなくなっちゃうんだって。私大好きなのになくなっちゃうだなんてって感じなんですけど、ある限り飲みたいと思います。横に並べますね。もう見て見て、もう見てよ、これ2個分ぐらいあるんじゃないですか。めっちゃ大きいの。そしてこっち側ね、大きくないですか。すごい大きくない。マチもこんなにあります。例えばね、 A4 の雑誌を入れようとしてもね、こんなに余裕があるんですよ。だからお荷物が多い方とかね、全然 OK だよこれは。こちらのバッグを持った全身見ていきたいと思います。こちらです、どうぞ。いかがだったでしょうか。めっちゃ可愛くないですか。これはシンプル可愛いし、言ってしまえば春夏秋冬どの季節でも使えるなと思いました。ただですね、私汚さないかちょっと心配なんですよ。そこだけです。ただ1620円で手に入るので、まあ、汚れたらまた買えばいいかなって思うんですけど、白なのでね、汚さないように過ごそうと思います。ムック本って生産がどのくらい出てるのかな。私が行った店舗にはもう2冊しかなかったんですよね。なので気になった方はお早めに本屋さんに走ってください。あ、でも転ばないでくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。